お魚の冷凍弁当をもっと見たいですってことで、リクエストの多いお魚をアレンジした食欲そそる冷凍弁当を紹介するよ。5日分のタンドリーフィッシュ弁当、塩サバ4切れ。キッチンペーパーで両面の水分を取っていきます。裏も5等分にして、ポリ袋を準備したら、ケチャップ、無糖のヨーグルト、カレーパウダー、すりおろしニンニク、すりおろし生姜、混ぜ混ぜ。ここに塩サバをドバーン、ドバーン、優しく混ぜ混ぜ。口を折って冷蔵庫で20分。サバを皮目から焼いていきます。余ったタレも入れちゃいます。ここで混ぜ混ぜはしません。ひっくり返して、あ、すごい美味しそう。いい焦げ目、作りやすいから注意してね。うわーすごい。もう3分ぐらい焼いていきます。今日は玄米ご飯にしたいと思います。サバを置いていきます。うわー美味しそう。残ってるタレをちょっとかけて、茹でたブロッコリー、塩茹でした人参、完成しました。会社に持っていくときは保冷剤と一緒に持って行って、お昼になったら会社のレンジを借りて蓋をずらして500ワット 3,4 分温めてみてね。うん、めちゃめちゃいい匂い。タンドリーフィッシュ、いただきます。うんまっ。